だから人と比べず自分のやりたいことをやってみるようにしてください。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。皆さん孤独感を感じる時ってありませんか？僕もよく感じるんですけどね。皆さんはいかがでしょうか？なかなか恋人ができなくて孤独なんですとか、周りは結婚しているのに自分だけ結婚できず孤独なんですとか、離婚して一人になって孤独なんですとか、このようなご相談ってよくいただくんですね。このように孤独感を感じている方って結構いらっしゃると思うんですよ。ただ孤独感って別に悪いわけでもないし、感じていけないことでもないんですね。でも孤独感を感じる時っていうのはちょっとエネルギーが下がっちゃいますからね。なので今日はそんな孤独感を感じる時にやるといいことをお話ししていきたいと思います。まず孤独感なんですが、人はなぜ孤独感を感じるのでしょうか？そしてどんな時に孤独感を感じるのでしょうか？それは他人軸に傾いてしまっている時なんです。例えばあの人はこうするべきだとか、あの人がこうだからダメなんだとか、あの人が悪いからだとか、あの人が私の思い通りにならないからだとか、こう感じている時に孤独感をよく感じます。つまり他人が自分に構ってくれない時ですね。恋人になってくれないとか、結婚してくれない、会ってくれない、連絡をくれない、遊んでくれないとか、付き合ってくれないとか、手伝ってくれないとかもそうですね。すいません、買ってしまいました。たくさんありますけどね。そんな時に自分って一人なんだって感じてしまうんです。それは孤独感ですよね。自分の幸せを他人に依存してしまっている時です。他人軸が強くなっている時ですね。そんな他人軸が強くなっている時は、世界の中に自分が存在するといった視点になっているんです。決してそれが悪いわけではないですけどね。これは三次元の世界であり、物質の世界、自分と自分以外のものが存在する世界だからです。でもその視点が強くなればなるほど、自分以外のものに依存してしまうんですね。つまり私たちの意識の中には、世界の中に自分が存在するといった現実的な視点と、自分の中に世界が存在するといった宇宙的な視点があるわけです。そのバランスを取ることで孤独感を感じなくなるんです。ちょっと難しい話ですけどね。要するに孤独感を感じているときは、自分の中に世界が存在するといった宇宙的な視点、ここに意識をフォーカスするようにしてほしいわけです。詳しく説明しますと、世界の中に自分は存在しているという現実的な視点は、自分以外のところにルールや法則があって、そのルールや法則をもとに世界を作るんです。だから周りの意見に流されやすいんですね。例えば恋人がいない人は孤独だとか、結婚していない人は孤独だとか、家族がいない人は孤独だとか、このように周りに作られたルールをもとに生きてしまうんです。そしていろんな他人がいる世界だから、自分の思いが全て通じる世界ではないんですよね。自分以外のところのルールを理解して、周りの人との距離感を大切にして、協調し合って生きるという視点です。だから必要な視点といえばそうなんですけどね。ただこの視点は自分以外のものをうまく乗りこなしてこそうまくいくんです。だからうまくいかない時に、自分以外のものを、いわゆる他人ですね、他人をうまく乗り越せていないから孤独感を感じてしまうんです。一方で自分の中に世界が存在するといった宇宙的な視点は、ワンネスの視点です。ワンネスといえば全てが一つなんです。全てが自分であるという視点ですね。とにかくエネルギッシュな視点です。自分の意識が世界を作るんです。全てが自分次第、スピリチュアルなんかでよく言われてますよね。全ては自分の内面を映し出している鏡であるという感じです。だから内面が変われば世界は変わるんです。全ては自分の意識が作っているということなんですね。だからこの世界は自分の中にあるということなんです。現実は自分が引き寄せているとも言いますよね。起こったことは自分へのメッセージであり、全てに意味があって、全てに気づきがあるんです。だから他人イコール自分なんですね。そう考えると他人に依存なんかしませんよね。自分なんですから。なので孤独感を感じないわけです。自分の中に全ての答えがあり、答えは自分ですからね。自分で世界は作っている。だからこそとてもエネルギッシュでパワフルなんですよ。自分が変われば世界が変わりますからね。こういう観点から見ると、宇宙的視点というのは素晴らしいですね。ただですね、この世界は陰と陽、光と影、善と悪というように必ず2極が存在するんですね。そしてバランスをとって存在してるんです。だからこの2つの視点をバランスよく乗りこなしてほしいんですね。シーソーのように片方に偏らないことなんです。孤独感を感じているときは、現実的な視点に偏りすぎているということなんですね。だからこそそういうときは宇宙的視点にフォーカスしてほしいんです。そしてシーソーのこのバランスをうまくとってほしいんですよね。つまり現実的視点にフォーカスしすぎていたら、いくら恋人がいたとしても孤独感を感じてしまうということですよね。僕のクライアントで3人彼がいる人がいるんですね。本命と2人は遊びらしいです。でもいつもなんか寂しいって言ってるんですよね。相手に何かを求めすぎて、それが提供されないから寂しさを感じるんでしょうね。そう考えると結局は自分ですよね。だからこそ孤独感を感じている時ほど、宇宙的視点にフォーカスしてほしいんです。自分が幸せになるために、あの人が〇〇だからではなく、自分がどうするのか、自分がどうあるのか、自分は何をしたいのか、
というところです。この視点は他人は関係ないということです。自分の世界は自分で決めて自分で作っていける。宇宙の法則ではワンネス、まあ一つの世界ですね。つまりあなたが世界の創造主ということなんです。あなたの意識というエネルギーで世界を作っていけるんです。なのでまずは自分を見失わないようにしてください。悩み事を抱えている時って外に意識が向きすぎているんですよね。そして外の世界を何とかしようとします。外の世界を何とかしようとしても外の世界は皆さんの意識の投影でしかないので内側の世界に視点を向ける方が先なんです。だから人と比べず自分のやりたいことをやってみるようにしてください。皆さんの内側の世界をワクワクで満たすんです。すると皆さんの心の内側の世界が投影されて外の世界にもワクワクした世界が映し出されます。皆さんがやりたいことをやってワクワク楽しむこと、それが皆さんらしく生きる秘訣です。ただ皆さんが作った世界は皆さんが責任を持って扱うようにしてください。当然ここは現実世界なんで現実的視点も忘れないようにしてほしいんですね。バランスが大切だということです。バランスを取れていると恋愛も必ずうまくいきますし孤独感は減少していきますので、孤独感を感じる方はぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。